この番組はネクソンと御覧のスポンサーの提供でお送りします。バロンたちは旅の途中、ジェダ・ラクスッパというプリーストと出会う。ジェダは気は優しくて力持ち。しかしそんな彼の行動に戸惑うバロンたち。それでもゾンビに占領された村で共に戦うことに。それからバロンたちは再会を約束し、彼と別れ新たな町へと向かうのだった。暴走？鬼の目にも涙。何しろこの道のりでしょ、君みたいな子がいると本当に癒されるね。ねえ聞いてる？それで町までまだ遠いの？ラクリスの町が一番近いけど、今はちょっとやめた方が。物騒なの？その町噂じゃ鬼がいるって言うじゃない。鬼？ロクシーって鬼よ。あ、そんなはずは。ロクシーってあの鬼剣士のロクシーか？そうよ。鬼剣士ロクシーに興味がおありかいな、若いの。アラド大陸では伝説の女剣士じゃ。戦で死んだと聞いておるが、はて。詳しく知ってんだね。伊達に年は食うておらんでの。何でも知ってるぞ、わしは。伝説ではロクシーは狂乳で男好き、騙した男は数知れず、とんでもないダークエルフじゃ。あは、本当？とんでもないやつだな、そいつ。なんだと？そうだったのか、お前。嘘よ嘘嘘、このジジイの言うこと信じるんじゃないわよ。おじいちゃん、もう行くの？うん、ラクリスの町までな。大丈夫？なんのこれしき。俺に助けてほしいが。悪いの？いいわよ、気にしなくても。悪いの？なんで僕が。ほら、早く捕まえに行くのよ、偽物。わかってるって。私を全然似てないじゃない。でも鬼剣士ロクシーってお前しかいないんだろ。濡れ犬よ、なんとかしなさい。へえへえ、楽しい旅じゃったぞ若い衆。ここでさよならじゃ。名残惜しいの。バイバーイ。おじいちゃん、ん？これからどこ行くの？鬼退治じゃよ。日が暮れないうちに買い出しに行かなくっちゃ。そろそろ新しい服欲しいな。私貸して、お金。私も。僕に頼むなよそういうこと。待てよ、あいつなら少し残ってるはずだぞ。ほんと？用事ができた。別行動ね、俺。いいこと？草の根分けてても絶対に見つけ出すのよ。簡単なんだよな、言うだけは。はてさて、どこに隠れているものやら。間に合えばいいがの、鬼が涙を流す前に。
見つけたぜ、ロクシー。いいえ、偽ロクシーと言った方が正しいかしら。誰？あんたと同じ嫌われ者さ。なんでまたロクシーなんて名乗ってんだよ。私は鬼剣士ロクシーの名を継ぐのよ。私の村では剣士ロクシーは心の支えだった。ロクシーのようになりたいの、私も。なら仲間に加わらないか。ロクシーの名を挙げられるぜ。私の体はすでに。知ってる、だから誘いに来た。でもその前にあなたの力を見せてほしいわ。それが条件よ。生意気な鬼剣士を一人倒すぐらい簡単よね、あなたには。ロクシー、さあ、派手に暴れてるらしいが見かけねえな。人を殺す鬼とは関わり得たくねえよ。もしかして、あんたも鬼剣士？全く手がかりがつかめないな。本当にまだ町にいるのか？あ、バロン！うわっ！現れたな、偽ロクシーめ！死んでもらうわ、このロクシーの剣で。ロクシーは死んだはずだぜ。早い！この子ロクサーノよ、私と同じ村にいた。道理で強引なわけだ。その程度じゃ鬼化したことないよね。鬼化したのかお前。うわあ！助かってくれ。うわもう鬼として生きていくしかないのよ、私は。まだやり直せるはずだ。うるさい。俺だって怖い。でも甘いのよ。それだ。まさか。やめろ。私にはもう時間がないのよ。目に焼き付けておきなさい。死ぬ前に。これだ。鬼か。俺に近づくとハートがもう大爆発するね。おい、なんだ。おい、鬼が出たらしいわ。また鬼が暴れてやがる。鬼ってまさか。行きましょう。
相手が悪すぎるわ。分かってる。おれ！お前。大将、ロクシーに花持たせてやれよ。バロ！やはりロクサーヌ、お前か。邪魔すんなよな、じいさん。どけ、若造。なんだと。どうやら痛い目に遭わんとわからんようじゃね。本当にあのじいさんか？タオ、お前、なんでここに？お前たち早く小僧を助けに行け。あやつまで鬼にしてはならん。バロンが？さっさと行かんか！はい！お前らの相手はわしじゃ、若造。わしの名を知っとるか？知るかよ！バロン！しっかりバロン！バロン！バロン！もうしまいか、小僧。まだ勝負はついちゃいねえ。大陸で鬼剣士をつけ狙う連中がいると耳にしたことがある。貴様らか。待てよ、てめえ。逃げるな。やばいよ、もう人間やめてるって。あいつ助けられないの？今まで何度もバロンに助けられてきたじゃない。今度は私たちが助ける番だよ。でもそう簡単には。分かったよ、やればいいんだろう、やれば。でもチャンスは一回だぞ。難しいんだからな。当てない方が今だ。凍らせて。しくじった。みんな、ロクシー、大丈夫か？ええ。悲鳴窟にいる奴を倒せば終わるんだな、全てが。うん、でもそれまで私の体が。心配するな、ロクシー。今までお前は俺を助けてくれた。今度は俺が助ける番だ。思いだけは。力を貸してあがんぞ。
涙を流すのは私だけでいい。みんなの分も、バロンの分も。したか。てめえ、これはイルベク様の命令よ。なぜロクサーノを消そうとした？アルセン、俺だって昔はあいつみたいに行き場もなくて人間に追われて、それを拾ってくれたのはイルベク、あんたじゃないか。それがなんで？ロクサーヌを涙を流してしまった。ならばこの手で終わらせてやるのが幸せなはずだ。ちくしょう。分かっているはずだな。あのような鬼を生まぬためにも我々が取るべき道を。ああ、気になるのはもう一方の鬼、あの男の力、侮れまい。ここは…ロクシー、おい、いないのか、ロクシー。もう少し寝かせておくれよ。もしかして心配してくれたのかい？誰が心配なんかするか。でも今回はくたびれたわね、本当に。気がついたようじゃな。じいさん、あんたの腕は大丈夫か？わしのことは心配するな。キソーグ？本当にもらっていいのか？わしの友人が作った特製のキソーグじゃ。持ち歩いとってちょうどよかったわ。ロクサーヌは？もう出てったわい。元気になってな。元気？そりゃよかった。よく戻ってこられたな、あそこから。俺だけの力で戻ってこられたんじゃない。そうか。お前の代わりに誰か泣いてくれたのかもしれんな。じゃあ、俺は…待ちなさいよ。私の荷物、次の町まで持ってくれるわよね。そうだな、僕は…私はこれくらいのデザートが食べたい。でも、新しい服も今回買えなかったし、あと靴も欲しい。ありがとうな。あれ、なんか言った？聞こえなかったよ。もう一回言って、ねえ、もう一回、ねえ、ほらほら、何も言ってねえぞ、ほら。あのキソーグ、確かにあいつに渡したぞ。
ありがとうございます。アガンゾに言われてせっかくお前のために持ってきてやったのに。あの奇装具はまだ未来のある若者に。わしがもう少し早くお前を見つけておればお前の命も。いいえ、鬼に見入られた時からこうなることは。もしかすると私は幸せだったのかもしれません。最後にマロン、そしてロクシーに会えましたから。この番組はネクソンと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回、壮絶メカニック大戦争。